ロリータ着てみたいけど一から買い揃えるのはハードルが高いって方に朗報。ラフォーレ原宿の期間限定ストア、東京カワイイスタジオ原宿ネオでロリータ体験ができちゃいます。今日はそちらで着れるお洋服を紹介します。まずはロイヤルプリンセスアリスさんのローズコフィンジャンパースカートコーデ。ハンビー、純度の高い美しいものだけに包まれてる感じ。襟もコウモリの羽みたいになってたり、前当ても棺の形だったりで、こだわりがすごい。こちらはアトリエボズさんのディーンジャケットワンピースコーデ。リリシー、見てこの美しいシルエット。バックスタイルも塩ビになってて抜かりがない。ミリタリー要素がふんだんに詰まってる。そしてこの本格的な軍帽やゴツめのブーツもテンション上がる。さらに前に動画で紹介した大人気メルヘンロマンティカさんのこちらの置物ワンピースもあるみたい。他にもゴスロリスタイルやバロリスタイルがたくさん。こちらは3月5日にポップアップショップが開催された時の様子。プロのカメラマンさんが優しくポーズを教えてくれて助かる。すごい、めちゃくちゃ綺麗に撮れてる。これは素敵な記念になりそう。ゴシックスタイルにぴったりな黒い羽が舞う階段の踊り場背景や、バロリスタイルに合うモダンなお屋敷風背景。可愛いお洋服を着て甘美な世界観に飲み込まれちゃおう。東京カワイイスタジオ原宿ネオさんの次回の開催は7月。お友達と一緒に行っても一人で行っても楽しい夏の思い出になること間違いなし。詳しくはカワイイスタジオさんの公式ホームページやツイッターの更新をチェックしてね。